公共組曲、春は、クロード・ドビュッシーの還元楽曲。原曲はドビュッシーが20代の時に書かれたが、現在、ボッティチェッリ作、プリマベーラ・ドビュッシーは1884年に、カンタータ、宝刀息子で、ローマ大賞を獲得し、ローマのビラメディチへ留学した。しかし、ローマでの留学生活は性に合わず、2年で切り上げた。留学作品として作曲されたのは、ズレイマ、 春、選ばれた乙女、ピアノと還元楽のための幻想曲の4曲であるが、後シ社はパリに帰ってから作曲している。春は、ボッティチェッリの名画、プリマベーラと、絵画部門のローマ大賞受賞者の同名作品からのインスピレーションを得て作曲したと言われ、1886年から1887年にかけて作曲された。1887年2月に、 ビラメディチで合唱と二大ピアノの番を完成した後、パリでオーケストレーションを完成している。しかし、春が提出された際、芸術アカデミーは、還元楽曲にはふさわしくない絵へ、蝶々、漠然とした印象主義などと酷評し、受理しなかった。この時の番の編成は、還元楽に二大のピアノ、女性合唱が加わるものであった。合唱はボカリーズで歌われ、 あくまでオーケストラの一部として考えられるべきだと、ドビュッシーは小村への手紙で語っており、後の野草局の第三局、司令の出の合唱の使用法の選考を成していたのではないかと推測される。この版は、その後、製本書の火災によって消失した。しかし、合唱と二大ピアノの版は残っていて、1904年に出版されている。1912年になって、 ドビュッシーの指示を受けたアンリビュッセルが元の合唱部分も還元楽でそうする形での新たなオーケストレーションを行った。なお、ビュッセルはこれ以前に小祖曲のオーケストレーションも行っている。初演はビュッセルの番で1913年4月18日、パリのサルガボーにおける国民音楽協会の演奏会にてルネバトンの指揮により行われた。ピアノに、フルートに、オーボエ、 コーラングレ、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、シンバル、トライアングル、大太鼓、小太鼓、ハープ、言語部全曲で約16分。間、9の2楽章からなり、主題は両楽章で共通している。ありがとうございます。